はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回は、はい、こちら行きたいと思います。プレステ5買えないからこれで気分を紛らわしたいと思います。っていうかめっちゃ欲しかったんですよ、これ。待ちに待っておりました。はい、こちらゲーム&ウォッチのスーパーマリオブラザーズ、これ行きましょう。やばいねこれね。値段がね5000円ちょいぐらいでしたね。エディオンさんで買ってきました。カラースクリーンでもこのデザインがやばいね。まだちょっと本体見てないんですけど、このデザインがやばい。ゲーム&ウォッチでパッケージもね、もうめっちゃマリオマリオですよねマリオマリオ、ちょっと言葉の選び方がちょっと難しいですけどね。はい、こんな感じになっておりますね。もう金ですよ。もうファミコンカラーってなんか気づかないうちに僕の中でこう金になっちゃってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。金とこの赤い縁ね。で今回は、こんな感じで、すごいです。これスーパーマリオ1と2ができて、さらにこれ僕あんま詳しく分かってないんですけど、ボールなんかミニゲームかな。であとはちゃんとこう時計モードにもある、ゲーム&ウォッチなんで時計にもなる。もうこの状態でもね、十分こうデスクのね片隅に飾れるんじゃないかなと、そんな感じで思ってます。てかこの背景寂しすぎるでしょ、このクッパさん火吐いてるだけって。さあそれではね、ちょっと早速ね開けていきたいと思います。これはどうしたらいいのかな。あ、ここにテープが貼ってるんですね。テープが貼ってるんで、よし、ではちょっとね買ったり切っちゃいましょう。さあどんな感じでしょうか。ではでは行きましょう。あ、こうなるのね、すげーステージが浮いてるのは分かったんですけど、ここまでかぶしてあると思わんかったてかこれもやばいでしょ、これ。ほら素の状態の箱はね、はい、こうなっております。これがボールかな。おーすごい。よし、じゃあ開けますね。楽しみで仕方ないからではではでは行きたいと思いますね。もうこれはもう、でも本当に昭和を生きた人はもうこれ買いでしょうね。プレステもね本当買えない人もたっぷりいると思うんで、ちょっとね、てか転売エグいですけどねちょっとこれで今のところなんか忍びたいと思います。で内容物的にはこれ今ケーブルが出てきましたが、あ、タイプ C ですね。タイプ C のケーブルがありますね。まあ短そう、これ50センチぐらいかな。どれぐらいだろう、結構短いタイプっぽいんですけど、一応ね長さちょっと見ときましょうかね。あんま短いタイプ C のケーブル持ってないんですよね。あ、短っもう50センチもないか、これ。まあ充電のケーブルかな。であと本体がここに入っておりまして、よし、じゃあ出していきましょう。さあ登場でございます。いよいよです、ゲーム&ウォッチスーパーマリオやべえ、やばい、これはすげえ輝いてるわね。大体の大きさですね。まずね、横幅です。11センチ12ミリぐらいです。で、高さですね、こちらが、6センチ7ミリぐらいですね。で厚みはねちょっといろんなところあるんですけど、一番厚いところでだいたいまあ1センチ5ミリぐらいといったところでしょうか。で重さはもう非常に軽いです、軽いです。ちょっとこれも測っておきましょう。何グラムだ、よいしょーっと、67g。めっちゃ軽い、トミカ2台ぐらいないぐらいね。うん、すごい軽い。この中でスーパーマリオ1と2とで、ボールと時計機能がついてるのね。おーすごい。あ、ゴミついちゃった、さっきハッピーセット食べたからで本体ね、ちょっとこう全体ね、後ろはこれあれですよね、本当ファミコンカラーですよね。赤茶色といった感じですね。で十字キーはまあそこそこ操作性はまあいいかな、ギリギリぐらいの大きさですよね。ちょっと小さめではありますけども。で B ボタンと A ボタン、こちらは赤いラバー製で、あとはゲームタイムポーズセットというねボタンがあります。で側面にはこれが、あ、電源のスイッチ、はい、こちらねグレーの電源スイッチで、これがタイプ C のコネクターですね。で反対は特に何もないんですが、ここは多分スピーカーっぽいですよね。うん、はい、こんな感じ。よし、じゃあ早速遊びましょう。充電されてるかな、電源オン。おー、すごいすごいよ。なんか若干の中華臭怒られるか、こんなこと言ったら。てかイラストがめっちゃ可愛いねこれ。じゃあとりあえずどうしようかな、ゲームとしてはどうなんね、ここで。あれ、ここでは何もならないかな。 A ボタン B ボタン押しても何もならないし、タイムボタン、あ、プリーズタイムボタンって書いてただからタイムボタン押しゃいいんだ。押すと、お、あ、すごい、こっちから音出てますけど、ちょっと明るさがあれか、分かりにくいかな。こんな感じ、ちょっとね動画ではねあれですよ、分かりにくいかもしれませんが、かなりね見やすいです、液晶自体は。うん、すごい、めっちゃ面白いこれ。で時間合わせるのどうしたらいいかな。お、タイマー押したらステージ変わった
土管とクリボーとあと床の高さとか変わんないんですけど、ちょっと背景がすごい面白い面白い。海にはならないね。あとお城にもならないと。でこれが何でしょう、これがセットボタンで、お音の大きさ、これね、あここで変えれるね。で下が画面の明るさですね。ちょっとこれぐらいにしとこうかな。多分皆さんが見やすいようにこれぐらいでいいか。で OK でセットボタンをここか、これでちょっと今の時間に合わそう。今がですね、お昼の14時12時お昼の2時か、お昼の2時なんで2時46分です。2時46分ね、ガーッと合わしちゃいましょう。いいですね、今受験も出てきてた上にで、あここがあれか、秒針みたいな感じね。すごい、あれなんかさっきと全然違うようになった。すごい、タイム合わしたらこれあれかな、時間によってちょっと変わるんですかね。ちょっと変えてみます。今これに2時台、ね、2時台。これを3時にすると、あ、でもそんなに変わんないのかな、一緒かな。あ、メットになった。あ、でもなんかちょっと違う気がする。午前と午後で違うんかな。ちょっと時間もう一回ずらして8時。おー、暗くなったよ。すごい。時間に合わせてちゃんと、ちょっと5時ぐらい、夕方5時ぐらい。おー、夕方なった。マリオに夕方ってなかなかね、ないからね。こんな感じになるんや。面白い。で、ちょっと夜いきます。12時。あ、ここはまあまあ暗いね。明け方とか行きましょうか。何時ぐらいだろう ?3 時ぐらい。あー、まだか。まだ明けてないね、夜が。5時。明けました。夕方とそんな変わんないですよね。なるほど。いろいろあるんですね。ちょっとめっちゃ楽しんじゃう。これ夜中ちゃうわ。AM じゃなくて今は昼の2時。OK。で、あとはどうしたらいいんだろう。タイムボタンをこの状態で押すと、あ、そうか、ステージが変わって、で、これがセットボタンなんで、あとゲームを押せばいいのね。ここで、ほら、マリオとマリオ2でしょ?デボールって選べるの。ちょっとマリオやりましょうか。いきますね。よし。おー。当然なんですけど、いや、嬉しいっすよね。このサイズで、この手のひらサイズでスーパーマリオ動くって。行こうか、よし。で、これ A ボタンかな?あ、A ボタンがスタートになってる。うわははすげえ。操作性どうだろう。よいしょ。うん、全然普通に行けますね。わお。ちょっと1の1ぐらいクリアしようか。下手くそですけどね。おーし。ちょっとダッシュ行きますよ、ダッシュ行きますよ。よいしょ。よし。これは途中のステートセーブとかないんかな?ないか。さすがにそこまでないんかな?どうだろう?タイム、どれだ?ああ、違う違う、タイムってそのタイムじゃない。ゲームに戻って。あ、おー、よかったよかったよかった。そっかそっか。あ、これこうかな?あ、これが一応タイムボタンになるのかな?なるほどなるほど。これで、あれですね。ティロリロンっていう感じですよね。あ、で、ここにバッテリーの残量も出てたわ。全然気づかなかった。すごいなぁ。で、あ、ゲーム中にこのメニュー画面出すとリセットゲームってなるんですね。なるほど。よし、1の1こそう。いや、てか見やす。液晶見やすい。すごい。楽しい。やべ。これちょっと、本当に、どうしよう。やったー。普通に楽しい。やっぱスーパーマリオはもう無敵ですね。よし。じゃあちょっと次、スーパーマリオ2行こうか。2ね。ここで2に切り替えます。よし。ルイージ。ジャンプ力が高いからね。ちょっと無限アップできるかでもチャレンジして終わろう。よいしょ。よし。あれ、ああキノコ戻ってくるはず、戻ってくるはず。戻ってきて。戻ってきてよ。来た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 。さあ、ここで増やせるかな?いきますよ。さあ、参ります。どうだ ?OK! あー、無理だったちょっと待って。もう一回リセット。リセット、リセット。こうか。これでこうでね。よっしゃ。ちょ、もう、ワンモアチャンス、ワンモアチャンス。よし。おっしゃ。これで来い。どのタイミングで飛べばいいかな。難しいな。ここだ来た、よーし来た、
ほらやる俺もう今30代40代のおじさんね、もうおばさん、おばさんって言うと怒られるわはもう今ああ熱いってなってるからねなるほど。で、あともう一個、ボールやろう、ボール。これ何、すごいゲーム A と B ってあるから、ちょっととりあえず A にしようか。ええ、何すんの何すんのこれ、球が、あ、これ取ったらいいのね。あ、そっかそっかそっか、こうやって取ったらいいんや。で、これ取らなかったらどうなるの、ちょっと外してみよう、わざと。はい、アウト、クラッシュ、終わりちょっと待って、もう一回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 、ちゃんと最高得点記録されてるし、2って。え、どうくんのどうくんの、こうかこうか、これが多分だんだん速くなるでしょ、言ったら。すげえすげえ、うわー、この白黒っぽいこの感じがまたいいね、これ。ほい、キャッチ、いいよいいよ、そこか、こうだ。お、速くなってきた速くなってきた、まだまだ余裕ですよ、まだまだ余裕。余裕じゃなかった、危ね。この軌道が結構読むの難しい、これ。こう来て、こう、おー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 おお、ちょっと待って、油断したら絶対すぐやられるパターンやろ、これ。こうやろ?ほら、ほら、ほら。どこ来る?ここ来て、外来て、で、はい、真ん中、これ外でしょ、外でしょ。外で、真ん中、うわ、怖い。よいしょ、わーっと、危ねえ。危ねえ。あ、ちょっと待って、どっち?こうか。ちょっと待って、やべえ。ちょっと待って。ちょっと待って、みんな何を見せられとんねんな、これ。ちょっと待ってよ。もうすぐ多分ね、やられると思う。年齢的に。あ、でもまだまだいけるわ。え?ちょっと待って。こう。ごう。あんまり長すぎてもなんかね、よいしょ。あれ?これ以上速くならない?ならなかったらちょっと、やられることないかもしんないですよ、これは。さあ、どう来る?あれ?外側と真ん中だけでしたっけ?なんか内側にもなんか来そうなイメージがあるんですけど。来なかった。こうか。よいしょ。そうかそうか。だから4箇所やね。おっと、危ねえ。4箇所で今これ球をずっと受けてる状態です。すごい。いやー、でもゲームウォッチやからね、言っても昔のゲームなんですけど、こんなゲームあったんかどうか知らないですけど楽しい。こういう地味なミニゲームが楽しい。ちょっと60ぐらいまでとりあえず頑張ろうか。60までね、皆さんもう少し我慢して60までいったら終わる。よし、あと2個。ね。ああ、危ねえ。よし、終わった。やられます。ちょっと B もやりたいんで。クラッシュ !61 ポイント!また地味に頑張ろう。で、B の方がどうなんのこれ。うわ、参考になったこれ。こっちで頑張ればよかった。え?あ、ほら、内側、これは内側追加されてる。なるほど。これめっちゃむずいでしょ、これ。これ多分すぐやられるパターンですよ、僕。え?こう来て、こう来て、これは多分ね、わざとやられなくても、おーっとっとっと、多分すぐやられますよ、僕。とりあえずちょっと、真剣に皆さん応援をよろしくお願いします。あ、危ね。今危なかった、ほんまに危なかった。今同じように楽しんでる人何人おんねんの、全世界で。あ、でも、これ以上速くならない、ひょっとすると。ってことは余裕か。いや、危ない。危ねえ。危ないわ、これもう。ちょっと待って、これ。500ポイントくらいでちょっとやられようか。ねえ、地味にむずい。けど、慣れたら余裕。はい、500いったんで、ちょっとここでもう、ちょっとね、残念ながらですけども、クラッシュしますね。はい。いやー、ありがとう。600まで行こうか。もう一押し。ね、さっき60まで行ったから、ちょ、600まで頑張ります。ごめんね。よいしょ。で、600、オッケー!やられまーす。クラッシュ!いやー、地味に楽しすぎました。はい!ということでございまして、まあ、
手短じゃないざっとでございましたけども、ですね、まあ、僕プレステ5はね予約全然当たらないんで買えないんですが、今回ねもう特に昭和を生きられた方はちょっと嬉しいじゃないですか。おお今時間変わるときこれ潰したわまあこんな感じでゲーム&ウォッチのねスーパーマリオがね、本日発売されたんでちょっとね買って、楽しませていただきました。まあこういうのってね多分ねスーパーマリオはねもういろんな端末でできるんでそんなにはしないと思うんですけども、ちょっとこれねまあ音消して多分時計として使用するかな。だから、これからこれでゆっくりかな静かにしてちょっとねなんかスタンドでもね買って楽しんでね見たいと思います。いやこれね結構やっぱ動画ではね液晶画面ほんとブレブレに見えると思うんですけど、実際で目に見るとねめっちゃ綺麗なんで、まあマリオファンの方はねぜひ購入してみてください。なんかちょっとした感動があります。まあということでね、はい今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしてますのでよろしくお願いします。あとツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローの方もねぜひよろしくお願いします。ではね今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。あ、最後にたまたま見っけた機能があったんでちょっとお知らせしておきます。 B と A をねこれね同時に押すとねブロック光るではありがとうございました。さよなら。